太陽が昇る。アジアに暮らすあらゆる人々を照らす赤き太陽。その光のもと鍛え上げられた肉体が躍動する。4年に一度アジアを熱狂させるスポーツの祭典、アジア競技大会。感動し敬意を抱き讃え合う。国も民族も文化も超えてあらゆる人の心を震わせるドラマがここにある。赤き太陽をシンボルに掲げるこの大会は一つの思いから始まった。スポーツでアジアを一つにしたい。2026年、その太陽は愛知名古屋に昇る。アジア競技大会が始まったのは1951年。第二次世界大戦で引き裂かれたアジア諸国の絆をスポーツの力で取り戻すために、その規模は回を重ねるごとに拡大。今や45の国と地域が参加し、1万人ものトップアスリートがしのぎを削る国際的なスポーツの祭典となった。そして2026年、愛知名古屋大会。スローガンはイマジンワンエイジア、ここで一つに。そのスローガンのもと、アジア各国の選手が集い、巨大な熱気が生まれる。競う人、応援する人、支える人、その思いが一つに重なっていく。愛知県内を中心とした競技会場が夢の舞台となる。日本では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の次なる祭典。世界で活躍するアスリートが、まだ見ぬ若き才能が出会い、競い合い、互いを高め合う。そこで生まれた熱はきっとアジア全土に広がっていく。愛知名古屋には新しいもの、歴史的なものが共存する。多彩な魅力にあふれた観光地であり、日本のものづくりを支え世界をリードする産業の拠点。その技術や文化を背景に、人が、町がアジア競技大会への熱を高めている。イメージしよう、同じ感動を胸に抱くアジアの人たちを。イメージしよう、手を取り合い前進するアジアを。さあ、ここで一つに。